皆さんこんにちは、しょりみチャンネルのしほぼです。はい、ということで今回もですね、今回はエムズエキサイトとスプレイビビー&ローズっていうお店で買ってきたお洋服たちを紹介していくよ。ね、私英語読めないんですよ、っていうか気に入った洋服があったら寄るって感じなので、お店で選んでるわけじゃないから、なんか行き慣れてないお店だと読めないっていうね。読めないんですよ、なんていう店かわからないっていう、すいません。でね、こっちのお店がリミとお揃いで、こっちのお店が私オンリーなんですけど、まずじゃあ私オンリーからいきますか。はい、開けていきます。はい、まず一つ目がこのね、モノクロのねニットを買いました。おしゃれでね、ちょっとねこういうなんかダメージだね、そこね。そうそう、首元と袖がダメージがついてて、そうですね、マジかわいいです。かわいいです。でお値段が3,190円でございます。マジ可愛くないこれ。可愛い。本当可愛いと思って。何にでも合うよね。やっぱ今年はニットだよね。次行きまーす。次はこちらのスカートでございます。こちらレーザー調のスカートで。プリーツだ。すごいプリーツスカート。いい。後ろにね、チャックがついてるんですよ。これリバーシブルとはいかないらしくて。チャックが後ろかな。チャックが後ろで、手前が。こういうパジャマ、レーザーのスカートですね。めちゃめちゃ可愛くない？これとこれセットで着たらマジ可愛いかなと思って。で、これ着るじゃん。ロングブーツとか帽子とか、ああ可愛い。好きそう。本当、私は今回、今年はモノクロで攻めますよ。こんな感じの。上下に上着を今回買いました、はい、これね、最後の最後はね迷ってた商品なんですけども、まあお正月か、私ちょっといいかなと思って今回買ってしまいました、はい、こちらです。じゃじゃーん。こちらね、超モコモコの上着で本当にもうモコモコなんですよ。ちょっと画角は分かるかな、動画で。こんな感じの、すごいモコモコで今にも毛が抜けそうな洋服。確かに。これね、こんな感じでね、ここを止めることができて、こんな感じになるんですよ。あ、わかりづら。一番上だけ止められるんだ。この辺が止められて、すごい可愛くなっております。これセットで着たら絶対に可愛いと思うので、ちょっとね、なんか3点以上買うと1点、はい、半額になるっていうセールをやっていて、はい、それで3点でした。でもなんか半額になるのは一番安い洋服しかダメみたいで。そうなんですよね。そうなんです、うん、ちょっとそこがなね、考えないでレジ行っちゃって、うん、まあいっかって買ったんだけど、うん、あまりちょっと分かってないでレジ行っちゃって、いろいろそこで聞いて、あ、そうなんですねとか言って、うんうん、であとなんか1点買うとまたなんかお得みたいなこと言われたんだけど、もうレジもすごい並んでたし、またね、選んで並ぶのもちょっとね、リミとかもいたから結構並んだんですよ。そう、やっぱりね、みんなセールだからね。そうそう、セールだからもうすごい店内混んでて、お店の人も 30% オフでーすとか言いながら、そうなんです。なんていうの、メガホン、うん、でこうやってたり、本当にすごい賑わってて、もう本当私はワクワクしてたんですけど、なんかいろんなとこでセールやってたからね、セール合戦だったよね、お店が、うん、そう、楽しかったです。すごい久々で、やっぱあんなね、ワイワイしてお買い物できるってことがコロナ禍入ってから全然なかったんですよ。ちょっと楽しかったですね、ちょっと。そうね、あれは、はい、よし、じゃあ以上でございます。はい、次はスプレイリビー&ローズで買ったお洋服たちです。これはね、リミちゃんとお揃いとかもあるんで、ちょっとまた系統が変わります。まずこちらの2点を入れてきます。
こちらはパーカーですね。パーカーです。はい、ということでまずね、パーカーを2着買いました。で、こっちのこっちのね、青い方がリミちゃん、可愛くない？で、こっちの灰色が私でございます。これお揃いです。すごいね、これオーバーサイズで、あのワンピースとしてダボって着ようかなと思って買いましたね。オーバーサイズのね、パーカー大好きで、しかも私この色持ってなかったんですよ。そうそう、持ってなくて、もうね、この色のパーカーとか定番じゃん。ほんとね、こういう色のね、オーバーサイズのね、パーカーを着てる女の子超可愛いじゃん。もう可愛すぎて可愛すぎて、ちょっと買ってしまいました。ちょっと近づけるように頑張ります。で、リミちゃんはもうリミちゃんで、ど定番の定番中の定番ですよ。この色はリミちゃんの中でも定番の色なんですけども、可愛いね。でもマネキンその色着てたよね。そうそう、これに柄物のズボン、うん、そうだね、を履いてましたね、はい、めちゃめちゃ可愛かったです。組み合わせがもう本当に本当に可愛かったです。次、次最後なんですけど、最後はリミちゃんのオンリーですね。おばけん、ダダン、こちらです。こちらはおばけのプリントがしてあるトレーナーでございますね。裏にはこんな感じのプリントがしてあります。で、これどこかで見覚えありませんか、そこの君。そうです、これは半袖を持っています。同じデザインの半袖を持っておりまして、なんとトレーナー長袖版が出たということでね、リミちゃん買ってきました。これすごいお気に入りでさ、私もよく着てたんだけど、めちゃめちゃ可愛いですね。学校に来てたら、おばけたんって言われたやつ。おばけたん、しーちゃんおばけたんって言われたの。言われましたね。めちゃめちゃ可愛いです。しおちゃんのないんだよね。私のはないですね。ちょっとこっちがちょっと心を奪われてしまって、こっちにちょっと、まあこっちもあるしね、こっちもあるしね。ということでね、以上でございます。どうだったでしょうか。めちゃめちゃ可愛くなかったですか。さすがセール。いや、セール関係ないか。ということで、どうする、来ます、また。そうですね、 OK です。じゃあね、今からちょっと来たいなと思います。ということで、今回はね、エムズエキサイトとスプレイ、スプレイリビー&ローズ、スプレイリビー&ローズっていうお店でね、買ったお洋服を紹介してみました。ということで、それではバイバーイ。